先生、質問があります。皆さんも小学生や中学生の頃にはこんな風に元気に素直に先生にわからないことは何でも質問する生徒さんでしたか？この番組では丹波市にお住まいのいろんな先生にスタジオに来ていただいて、いろんな質問に答えていただきます。どんな答えが飛び出すか楽しみですね。皆さんに代わって質問をするのは、パンダのような体型でリベカという名前の私、パンダリベカです。それでは早速、今日質問に答えていただく先生をご紹介しましょう。はい、今日は第2水曜日です。4月の第2水曜日、第2水曜日といえば恒例になりました、丹波市の和久院院長和久新造先生と里皮膚科クリニックの里弘文先生にお越しいただいてます。こんばんは。こんばんは。こんばんは。あ、声を変えている今月もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。します。今日はですね、はい、先生、春爛漫で桜がすごい咲いてますけど、和久先生のクリニックの周辺はいかがですか？そうですね、うちの近くにはあの甲賀山というのがありまして、はい、甲賀山公園、うん、まあ、そこが見事に咲いてましたね。僕桜の時期ってすごい花粉で結構きついんですけど、うん、先生どうですか？そうですね、花粉だけじゃなくて黄砂とか PM2.5 とか、それでやられる場合が、私もね、あの、はい、鼻が出たり目がかゆかったりいろいろありましたけど、うんうんうん、まあ栄養療法で佐藤先生に教えていただいた。そういうことですか。はい、だいぶ軽減しましたね。質問、はい、花粉症にも栄養療法効くんですか？ビタミン D ですね。あ、そうですか。あと鉄も効きますね。鉄が効く、それはちょっと僕初耳なんですけど、うん、あ、鉄少ないとアレルギーになるというのもあるので、鉄も十分取って、うん、ビタミン D もしっかり取ると、うんうん、同じように薬飲んでてもよく効きます、うんうん、あ、僕最近ちょっとね、腸に関心があるんですけど、お薬って全部腸から吸収されるじゃないですか、粘膜から。そうするとその腸がすごい、その入り口が結構しっかりしてるとお薬の吸収であるとかなんかいいような気がするんですけども、その辺については先生どう思われます？もうおっしゃる通りなんですが、その腸がですね、やられてるお子さん、大人もそうですけど結構いらっしゃって、うんうんうん、子供もですか？そうです、そうです。小麦ですね。あ、小麦で。小麦がダメ、小麦のアレルギーが出てて、腸が荒れてっていうのがあるので、まあ、麦茶でもお腹調子悪くなる人もいて、麦茶やめるとお腹の調子が戻るっていう人があるので、小麦は注意なんですよね。グルテンって言うんですけど、グルテンフリー食って言うんですけど、そういうのを全部抜いちゃうと2週間、治るって、ああこれが原因だったんだっていう場合もありますね。それってあの遺伝子組み換えとかと関係がありますか？遺伝子組み換えも、まあ、多少あるんじゃないかなと言われてますけど、まあ、あんまり僕はそこは詳しくはないですけどね。古代小麦のスペルト小麦っていうのがあって、それだとそのグルテンも結構少なくていいっていう話も聞きますけど、まあ、あのグルテンフリーに命がけでパンを作ってる、うん、方もいらっしゃいますよね。納期の久保田ね、九州で作ってるとこもあるんですよ。はい、うん、それは米粉ではなくて小麦、米粉ですね。米粉でですよね。わずかでも小麦が入るとダメみたいですよ。もうそこを徹底してやってるっていうね。そうするとじゃあ、あのアレルギーに関しても、例えば抗アレルギー剤とかそういうアレルギーのお薬を飲まなくても、体をある程度こういい状態に持っていけばアレルギーすらも良くなってしまうっていう、そういうことですね。まあ推奨量として大人は1日1万単位ぐらいまでビタミン D を、ね、で、まあ、子供さんは2000とか3000までとかね、いろいろあります。だけどそれを満たしていくとですね、アレルギーが改善するという例もあります。あの僕もビタミン D 大好きで、結構その花粉症の時だけ飲んじゃうってこともよくするんですけど、はい、結構僕効きが早いんですけど、それは僕の単なるプラセボ効果？あれはね、1日2日で効く場合、初めて飲んだ人もね。で、僕たちみたいに日常的に飲んでる場合はもうブースター効果的にポンと飲むとすぐ効きます。あの風邪かなって思って、あれ免疫にも関与するんでね、
風邪かな、患者さんからもらっちゃったかなっていう時に奥に行ってビタミン D 製剤をね1万単位ポンと飲むんですよ。だからまあ朝ちょっと調子悪くても昼ぐらいにはもう治ってるというか調子が戻るんですね。実際1万単位って言ってもまあたらのカプセルみたいなあのタブレットみたいなやつを2個飲むぐらいですよね。そうです、それぐらいで1万単位あれ入ってるやつもありますもんね。私もね最近急に飲み出したの。あ、そう。そしたら確かにね、黄砂の時目とか鼻とかめちゃくちゃ痒かったんだけど、ここ数日大丈夫なのは飛んでないのかなと思ってたんですけど、もしかしたらビタミン D が効いてるかも。そうですね、飛んでます、飛んでます、飛んでます。あ、効いてるんだ。もうあの、ね、天気予報の項目のとこ見たら、赤い印で花粉多しって出てるでしょ、ね、多いんですよ。あ、じゃあ効いてると思いますね。でね、あのこれ今ビタミン D の話なんですけど、飲み薬って、まあ、僕らが処方する1日3回朝昼晩って飲んでくださいねって言ったりとかするじゃないですか、それって詳しく、まあ、実は知ってそうで知ってないっていうことがあると思うんですけど、ちょっとその辺ちょっと涌先生に聞きたいなと思って、はい、そうですね、あのたまたまなんですけども、あの、まあ、前回、はい、東京でね水素の研究会があって発表させていただいた、あの長谷川義也先生っていう先生のブログがあるんですよ、でこの先生はあのボケ日和っていう前にも案内しましたけど、まあ、認知症の本書かれてて非常に分かりやすいんです、でその本とそしてブログも書かれてるんですね、でそのまあ、ぜひ一度読んでほしいんですが、長谷川義也先生のブログですね、でそこにですね最近とても分かりやすい薬の飲み方みたいなのを書かれてるんですよ、で皆さんね食後に飲んでくださいねって言われたら、どういうタイミングで飲みますか？私ご飯食べ終わったら結構すぐすぐ飲んでしまいます。そうですね、まあその必ずすぐに飲まなくても、まあ、食後って書かれたら30分以内でいいんですよっていう、そういう具体的なね、話をね、あのブログで書いていただいてですね、だから意外とね、あの食前と例えば食直前の違い、ね、これはですね、あの割とみんな理解してないですね、で食前っていうのは食事の30分前なんですね。まあ、これはあの胃腸風邪とかね、そういう時に飲むあの吐き気止めとか、そういうのはやっぱり吐き気止めを飲んで30分前に飲ん で状態を整えてから食事をする。これ食直前に飲んだってね効かないでしょ、ね、それから糖尿病の薬なんかだと、まあなんかナウあのねベイスンとかいろいろあるんですよ、商品名出しちゃったらいけないかもしれないですけど、まあ、糖の吸収を抑えるやつ、これは食直前でいいですね。だから食間に飲んでくださいねって言った場合ね、あの時々ね食事の途中で飲むんですかって面白い面白い面白い食事してる途中にそうそうそう食間でしょって言って、いやそうじゃなくて、あの食事が終わって2時間ほど経過したね、例えば12時にご飯食べたら、まあ食べ終わるのが12時半としたらね、2時半とか3時に飲むとか、そういうことなんですね、まあ、漢方とかねよく食感に飲んでくださいと、ね、それから寝る前、就寝前飲んでねっていうのは、まあ、寝る前 2,30 分前ですね、が目安なんですね、そのなんていうんですかね、女性に多いんですけども、その飲んでからも家事しちゃう人がいて、で眠くて転んじゃう人がいるっていう、まあ、そういう例もね、あの長谷川先生あの挙げてくださってますね、まあ、そういうような、飲み方とかですね、あとその何で飲むって話ですね、水で飲むのかお茶で飲むのか、コーラで飲むのか、まあ、コーラで飲む人いないですけどね、まあこういうのもやっぱり水が一番いいよとか、あるいはあの漢方でね、あの湯って書いてあるのあるでしょ、あの御朱湯湯とかね、あのそれ湯って書いてあるのはカッコン湯とかね、そういうそうそうそうカッコン湯、あれはね、あのお湯で飲むといいとか、そうなんだ、これあそれでお湯なの、あそうそうそう、そういう意味らしい、知らなかった、これもね意外と知られてないですね、だから、まあ、この辺のことをね、あの詳しく書いてあるので、
長谷川義也先生ブログって引いてください、ね、はい、これなんか漢方をお湯で飲むってあるじゃないですか、はいはい、これってなんとなくこう匂いがこう口の近くに近づけた時に匂いがするから、うんうん、その匂いも合わせてなんか治療効果があるって聞いたこともあるんですけど、それありますね。やっぱりあのこれこれっていう匂いがするんですね、うんうん、匂いというか香りというか、うんうん、この香りを嗅ぐだけでもう効いたような気になる、うん、プラセボ効果ですよね。これはね、あの、まあ、五苓散っていう薬があるんですけども、これね、あのお医者さんで透析をされてる方がいらっしゃって、うん、あのまず透析が始まるとすごくこう体液バランスが変わるんですよ、うん、あのアシドーシスっていう、まあ、酸の方に傾くんですね、うん、で脱水も起こるんですね。だから五苓散っていう薬はその辺をこうまく調節してくれる薬で、で透析が始まったらその先生飲むんですって、うん、そしたらね、封を切った瞬間に効き出すっておっしゃるんですよ。おお、すごい。それは本当ですか？いや、だからその先生がそうおっしゃるんですよ。で、まあ飲んだらさらに効いてね、うん、もうあの胃の方に行くまでに効くとかね、うん、そういう表現してあるんですよ。あ、でも透析の時にそれを使うってすごくいいような気がする。そうなんですよ。あの低減すると、すごくね、うん、あとまああの関連して水素もね、はい、あのまあ透析の前後やってみると楽だという論文もあったと思うんですね。五苓散、まあ、西洋の医学のお薬だと、うん、例えばあの利尿剤ってあるじゃないですか、うん、あれ利尿剤って結構水を引くだけになっちゃうから体がドライになってしまう、うんうん、はいはい、でも五苓散って水を引くイメージなんだけど、必要なところに水を分配してくれって考えたらいいんですか？そうですね、あの通りを良くすると、うん、通りを良くする、流れを良くする、うん、じゃあ、 あのどっかでせき止められてるのがいい、いい塩梅にこうバランス取ってくれるって感じ、うん、そうですね、だから頭痛とかにもいいですし、うん、あと、まあ、飛行機に乗ってね、うん、ちょっと気分悪いっていう人も、うん、まあ、乗る前に五苓散飲んでもらうと、わあ先生気分よく旅行行けたっていうしね、むくむ気がするし、ね、そうそう、むくみがね、うん、まあ、あの飛行機ね、長時間乗られた方分かると思うんですが、結構足むくんでるんですよ、乗ってると気圧の加減とかいろいろあってね、でそういうね、あのいろんなマイナスなことに五苓散はいいですね。うん、いろいろあの剤系ってあるじゃないですか、錠剤もあればカプセルもあるし、うん、粉もあるし、そのOD錠ってあるじゃないですか、はいはい、あれはどういう効果があるんですか？あ、口の中で溶けるやつ。 OD錠は、まあ、結局水なしで口の中にポイッと掘り込めるですね、うん、例えば頭痛持ちの人なんか、偏頭痛なんかの人だと急に起こるから、出先でですね、うん、急にあ来たっていう時に水が急にないじゃないですか、うん、まあ、ちょっと足運びはあるんですけど、うんうんうん、でもあやばいっていう時に OD 錠がポケットに入ってるとすぐ口の中で溶けて効くという、そういういいとこがありますね。なんかあの吐き気がある時のナウゼリンあるじゃないですか。そうですね、僕一度先生に教えていただいたんですけど、ナウゼリンは OD がいいよって教えてもらって、すごいそれが頭に残ってるんですけど、やっぱ吐き気がある時って水いっぱい飲むとまたなんか吐きそうな気がするから、そうですね、そうですね、やっぱりそれはごっくんっていうだけでもうってなる人があるんで、まあ、溶けてじわじわっとこう入っていくのが優しいんですね。今日はなんか本当に医学の話になってますよ。あ、なんか、ね、まともな話って いつもはちょっと眉唾の話ってことですか？いや、そんなことはない、そんなことはない、ちゃんと科学的根拠に基づいてますよ。でもこう身近ですよね、お薬っていうのは、うん、そうですね、皆さん飲まれることが多いので、まあ、薬剤師さんにね、しっかり、うん、あのどういうふうに飲むのかっていうのは聞いてもらえばいいんですけどね、かふわっと効いてる人が多いですね、うん、確かに僕漢方結構出すことが多いんですけど、漢方って絶対必ず食感か食前とか書くじゃないですか、うん、皆さん飲み忘れたっておっしゃるんですけど、そういう時どうしたらいいですか？そうですね、飲み忘れの薬の、まあ、漢方に関してですね、はい、まあ、それは次の時に飲んでもいいと思います。次の瞬間とか 食後でもいいですか？食後に飲むとちょっと効きがね、効きが悪いだけ、あのもう食べちゃうと胃酸が出て食物と混ざってっていうことになるんで、あ、まあ、なんか飲まない、全く飲まないよりいいと思うんですけどね。飲んだらそれ時間をずらして飲んだらダメってお薬あるんですか？例えばあの骨粗鬆症の
薬、はい、まあ、朝起床時に飲みなさいって、はいはいはい、あれはまあその他の食物がね、うん、食べ物が入ってない時に飲まないと効きがやっぱり悪いんですよね、うん、それは決められてるあれですか、pHとかの関係とか、あ、吸収の問題であるとか、うん、まあ pHはまあ胃の中は低いですからね、はい、決まってますけど、うん、やっぱり胃酸がわーっと出て消化液が出てっていう、うん、その前に飲まないと効果が少ないというふうに言われてます、ね、はい、はい、血糖のお薬あるじゃないですか、うん、糖尿のお薬なんかどうですか。糖尿もね、その忘れた場合ですね、うん、あの次の食事の食直前から飲むとかね、うん、もうあの食べちゃったら効かないですよ。あ、食べてしまった直前の効きがあるんですよ。血糖の効果を抑える薬っていうのは、まあ、あの効果がね、まあ、食べちゃった後に、まあ、忘れたって飲んでもちょっと効果がかなり薄いらしいので、まあ、次の食事からしなって、まあ、それで1回でまあすごい変わるわけじゃないんで、大丈夫です。そうなんですね。で、あの、まあ、医者で結構お薬をポケットにというかこう袋の中に入れたままで飲まない、コンプライアンスっていうんですけど、コンプライアンスの悪いのが医者、結構医療関係者多いじゃないですか。そうですね。そういう時にね、あのどれぐらいまであの古くても使えるって考えたらいいですか。あ、そうですね。それはもらった時にちゃんとしっかりとその機会になくしちゃうっていうか飲んじゃうのが一番いいと思うんですけど、まあシートに入ってカチッとしたやつですね、それはだいたい3年から5年ぐらいは持ちます、うん、だけどお子さんのお薬で、まあ、調剤したやつですね、水と混ぜたり、あの、そう、水薬シロップはもう、その日数もらった日数分が期限だと思ってます、6日間もらったら6日以内に飲み切るとか、それから子供さんの粉薬だったら、まあ、基本3ヶ月以内、3ヶ月以上経つとやっぱりあの保存状態がね、劣化しちゃう感じですかね。まあ、紙でくるんであるんですけど、やっぱり湿気ちゃうんですね。長く置いたらもう硬くなってるの経験ないですか。ある色も変わってるとか。そうなんですよ。さあ、その辺でやっぱりあの水薬とかシロップとか、まあ調剤してもらった粉は早いよっていう、そういうふうに思ってください。これ飲み薬の話だけでもむちゃくちゃありますね。今何分ですか。あと残り10分を切っております。すごいですね。でもとても良かった。いや本当に内容としては僕も改めてちょっと勉強になったって感じです。これはね、長谷川先生に感謝ですよ。また一回ちょっとブログみんなで見ましょうね。そうですね。で先生、あの東京行かれたって話を、あの東大で、はい、あの正門から入って、ね、正門入学おめでとうっていう感じでなんかお話をされたって、はい、しかもなんかすごいでかいホールで喋られたっておっしゃってましたけど、はい、そこでちょっと印象的だった話を少しだけまたあと10分あるんでお話ししていただいていいですか。そうですね、まあ、皆さんのおかげで東京に行ってまいりましたけども、まあ、その中ですね、あの国際水素医科学研究会の理事長もされている赤木淳二先生 の、はい、あの話がですね、とても印象的だったのが、その赤木先生は、まあ、ステージ4のもうがん難民の方、はい、ね、がん難民というのは前も言いましたけど、まあ、手術もした化学療法もした放射線もした、もうあなたにできることありませんって、ね、残った命を家で過ごすか、ね、あの、まあ、ホスピスで過ごすかっていう、まあ、ある意味病院を追い出されちゃった人ですね、まあ、追い出すわけじゃないんですけど、やることがなくなっちゃった人、はい、それがん難民なんですよ、はい、で余命3ヶ月ですよっていうような人が赤毛先生のところの門を叩くわけですよ。先生もうちょっと行きたいって言って、ね、で赤毛先生はそういう方たちを対象に2013年ぐらいからかな、あの赤木メソッド、メソッドって方法ですね、赤木の方法っていうことですね、赤木先生の方法で、まあ、対峙してはるわけですよ。そうするとですね、5年生存率がいろいろその時データ取られてて、温熱療法の、ね、ハイパーサーミアっていう温熱治療と低用量の抗がん剤だけだったら156日しか生きてない、ね、
でそれに水素ガスとオプジーボを加えると351日に、まあ倍ぐらいになった。でさらに中木先生いろいろ考えて、それにヤーボイとか光免疫療法とかタヒボっていうね、あのまあこれサプリなんですけど抗酸化作用のある、そうすると5年生存率が 60% になった。これ 60% っていうことは5年間生存してる人が 60% の人が生き残ってるってことですよね。そういうことです。そしたらもっと実際それをやらなかったらどれぐらいのパーセンテージなんですか。やらなかったですか。 10% 以下ってことですか。まあ、もっともっと、そうですね。そのだって余命3ヶ月半年の人ですから、もっと低いです。そうかそうかそうか、ステージ4っておっしゃってましたもんね。だから赤木先生自身もこんなに良くなると思わなかったって驚いておられたんですね。で最終的にですね、そのまあハイパーサーミアとか低用量抗がん剤ね、オプジーボ、ヤーボイ、まあ、ちょっと難しい言葉になっちゃいますけど、まあ光免疫とかね、まあタヒボで IL6 阻害剤とかね、いろいろ考えて加えたら最近の5年生存率 86.8%、 もう驚きの生存率なんですよ。こんなのね、他の先生に言ったらね、えっていう数字なんですよ。でやった本人も驚いてるんですよ。そんなに生きると思わなかった。だから余命3ヶ月の肺がん62歳の女性が今9年生きてるんですよね。だから本人も驚きだし先生も驚きだし僕らも驚いたんですよ。でたまたまその人だけだろうっていうふうにみんな思うんですけど、この赤木メソッドでね、あの一生懸命頑張った方はこんなに生きてるんですよ。これ患者さんの数すごいんですけど実際。あ、そうですね、この N っていうナンバーですね、見ても200とか300とか、ものすごい数 の、 あのデータを持っておられるんですね。だから それだけ多くの日本中の方が、ね、東京やら熊本 の、 この赤木先生のクリニックにね来られてるわけですよね。たまたまじゃないってことですよね。あ、たまたまそうなって、まあ、もう良くなってるわけじゃないってことですよね。そうですね。で、まあ、キラー T 細胞についてもう赤木先生お話しされてて、まあ、3タイプを代表例としてね、されてるんですけど、そのやっぱり活性型キラー T 細胞、ね、それが頑張るといいんですけど、あとの疲弊キラー T 細胞とか抑制型キラー T 細胞とか、この辺がちょっとこう出てくると予後が悪いという、まあ、T 細胞っていうのは白血球の細胞、兵隊さんと考えて、でそのキラーっていうのはそれをまあ免疫としてその悪いものを殺してくれるって考えてるんですか。そうです。じゃあその対峙してくれるキラー T 細胞が活性すればいいと、そういうことですか。で活性型のキラー細胞ががん細胞に やられて、でだんだんね、あの疲弊キラー T になっちゃうんですよ。あの疲弊キラー T になるともう戻らないって言われてたんですよ。でそれがですね、水素を吸うと疲弊キラー T が蘇るという、それももう数字で出してはるんですよね。これがまたびっくりでしたね。だからまあもしかしたらそのね、水素はがんも予防できるだろうというような見解もあるわけですね。水素を吸うことによってもともと持ってる僕らの、あのがんに対する免疫が活性化するっていうふうに考えてもいいわけですか。そういうことですね。だから普段からあの吸っておいても全然いいんじゃないかと。もう先生のところの水素の機械をもう一台 増設してください。それはね、またね、はい、予算委員会で予算委員会でワオ。だって先生のところの今水素ほぼ予約でいっぱいじゃないですか。なんで知ってるんですか。いつまで予約いっぱいですか。いや、まあ大体そんな長くないでしょ。一月も先ではないですね。じゃあ今頼んだら1ヶ月先ですか。今頼んだらどっか空きはあるんですよ。あ、そういうことね。はい、もうぜひちょっと希望を持ちたい人はやっぱり行ってもらった方がいいですよね。ただ今日してくれとか明日してくれって言うとちょっと無理なんですよね。1週間以上空いて、あの予約取ってもらえればなんとかねじ込めるという。ちょっとね、赤木メソッドをあの近くでできたら体験したいと思うんですけど、どっかこれは熊本に行かないと、はい、熊本東京ってちょっと若干遠い気がするんですよね。あ、まあ、でもそれでも行きたいっていう人はいっぱいいらっしゃると思うんですけど、あの
まあ、全く一緒ではないですけど、うん、鳥取県の与路津先生、はい、まあ、そこもちょっと丹波から遠いですけどね、うん、でも鳥取ならなんとか行けそうですね、まだね、うん、まあ、鳥取空港近いんで与路津先生のクリニックは、うん、15分ぐらいっておっしゃってたかな、うん、まあ、そこにね全国からあやっぱりみんな来られるんですね、来られてますよ、毎日100人来るって言ってました。ハイパーサーミアやってはりますもんね。ハイパーサーミア、うん、そうですね、もういろいろあります。いろいろあるんですか。温熱ラドン温室浴だったかな、はいはいはい、水素吸いながらできるやつですか。そうですね、水素吸うのは、あれですね、圧力かけてやるやつですね。あ、そうですか、うん、どうだったかちょっと忘れちゃいましたけど、なんかいろいろね強力なアイテムというか、ワク先生に頑張っていただいて、丹波市でもそうやってもらいたい、ハイパーサーミア。そうきましたか、はい、うん、水素はこれで水素大丈夫でしょ、うん、あとハイパーサーミアと、うん、それからオプジーボとヤーボイがあれば、うん、とりあえずいけるじゃないですか。いやそうですね、なかなかうちの施設ではハードル高いですけどね。全国から来られますよ。そうよ、いやいや、もう追いつかないですよ。世界の枠にして、ね、いやいや、まあ、まあ、うちでできる範囲は限られてますけど、うん、まあ、こういう優秀な先生がたくさんいらっしゃって、うん、こういう方法もあるよ、ああいう方法もあるよっていうことをこう情報共有するんですね、うん、こういう勉強会はね、はい、でもワク先生やっぱり東京にね、発表に行かれていただいて、まあ、丹波もこういう情報が来るっていうのは非常に有意義なんじゃないかなと思う、うん、本当ありがたいですよね、うん、行かなかったらわからないしね、うん、アンテナ張っていただいているのは非常にありがたいなと思います。そうですね、まあ、今は情報が発達してますのでね、はい、いろいろまた来月もいろんなことを教えていただけるんでしょうか。もちろん、はい。はい、先生も今日はインフォメーションはなかったですか。はい、今日は大丈夫です。じゃあ今日もありがとうございました。 あった何かあった、1個だけ言っていいですか、うん、ね、4月の30日の火曜日の午後7時半から、はい、僕のクリニックで勉強会があるんですけど、はい、それはね、世界の中谷くんっていうトレイルランの方が喋ってくれますんで、来てくださいね、皆さん。そうそう、